道場着力のトークライブ着力やわにお越しいただきましてありがとうございます。本日司会をやらせていただきます、お笑い芸人、ヤダンというトリオでやっております本間キッドと申します。よろしくお願いします。まずはですね、昨日発表になりましたが、今回出演者が急遽変更になったのは田中ケロさんの新型コロナ発症重症化によるものです。出演者の変更お詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。ケロさんは今 ICU で、懸命に戦っております。皆様どうかケロさんの回復へ記念よろしくお願いいたします。ケロさんは仕事に誠実な方で絶対にスケジュールを飛ばしたり、仕事の遅刻などしない方でした。ですのでこのイベントのことも本当に気がかりだと思います。今日私たちでケロさんを安心させるようにイベントを行いたいと思っております。よろしくお願いいたします。これから、投稿を始めるわけですけれども、ここはですねプロレスファンの方とかにはあまりこのゆかりのない会場なんですけど、ここは僕の所属するソニーミュージックアーティスツっていう事務所、お笑い事務所ですね、お笑いの事務所のお笑い専用会場なんですよ、元々というか本当は。で今お笑いがですねちょっとコロナ禍の中で今お笑いライブ全部中止になっちゃってるんですけれども、やはり着力はねコロナ禍でも行くぞということで今回トークさせていただくことになりました。はい、それでですね今回そのプロレスファンの方にはすごく大好きな熊本旅館事件を語るということなんですけれども、このやっぱお笑い会場ですのでちょっとお笑いファンのね方もちらほらといらっしゃいますので、ちょっとなんとなくこの熊本事件が何だったのかという話をちょっと一回ちょっと説明させていただきます。基本的にはまず新日本プロレスと、UWF っていう団体が業務提携して新日本プロレスで戦ってたんですけども、あまりにも仲が悪いってことで懇親会をやろうってことで熊本の旅館で宴会したら、みんな酔っ払って大暴れして熊本の旅館を一軒潰したっていう伝説の事件なんですね。でいろんな人がそのことを語ってて、旅館が一軒潰れて猪木さんが旅館ごと買い取るよって言ったとか、あとジョージ高野がドロップキックで大黒柱を折ったとか、あとなんていうんですか、こうね迎える時は旅館の職員全員で迎えたのに帰りには誰も来なくて女将が二度と来ないでくださいって言ったとかそういうのでプロレスファンの中ではすごくなんかみんなが好きな破天荒なエピソードだったんですけれども、それでプロレスファンだけのものだったはずが古舘さんがですね急に滑らない話、人志松本の滑らない話でこの熊本旅館事件の話をして MVS を撮って、そっからプロレスファンじゃない人にもどんどんその話が広まって、その後いろいろやっぱその一般の人とかも旅館潰した話何だったんですかとかいろいろ YouTube とかで選手に聞くようになって、どんどん広がってって、みんな酔っ払ってるもんだから全員言ってることが違かったんですね。でその世間一般に広めた古舘さんが実はその場にいなかったって話になったりとか、もう真相が全然分からなくなってって、したらですね今回ゲストの吉武さんが古舘さんはいたっていう証言もあって、もうどっちか分かんなくなってたんですよ。したら最近ですね週刊文春オンラインでその潰された旅館の夫婦が急に出てきまして、したらその夫婦がですね全部証言してるんですけど、旅館は潰れてませんとか500万あれかかったんだっていう話も100万もかかってないと、うん十万しか別にもらってませんよとか、なんかすごくミニマムな話になってきたんですよね、週刊文春を読んでると。だからそこのところをちょっと徹底的にその真相を究明しようということで今回のトークイベントとなっております。写真撮影 OK ですので、動画以外は動画は禁止ですので写真撮影 OK ですので、バシバシと写真を撮ってください。それでは今回の出演者の方を呼び込んでみましょう。はい、まずは東京スポーツデスク新日本プロレス水俣旅館破壊事件の全てを知る男、
吉武康則入場。YouTube で話してた人ですよ。長野さんに全て語ってたあの男ですよ。このサングラス見覚えありますよね。はい、それで吉武さんよろしくお願いします。続きまして、今回はですね、私と一緒にこの新日本プロレス水俣旅館破壊事件の謎について一緒に切り込んでいただきます。実況アナウンサー清野茂樹入場。はい、ということで、このお二人と、トークライブさせていただきますが、ここでまずお二方にICU で新型コロナと叩かれている田中ケロさんに激励の一言をちょっとお願いいたします。はい、ケロさんとはもう本当にね、かれこれ付き合い長いんですよ。でちょっとまあ自己紹介がてらですけど、僕まあ今フリーランスでアナウンサーやってますけど、もともとね広島のラジオ局でまあ局アナをやってたんですね。でその時に田中ケロさんと知り合ったのが今からもう17、18年前ですかね。当時新日本プロレスで田中ケロさんが営業のお仕事やってたんですよ。まあ、リングアナをちょっと離れた時期がちょっとだけあったんですよね。で広島地区担当で、まあ、チケットを売って回ってたっていう時期があって、でその時にまあちょっと新日本プロレス宣伝をお手伝いしてもらえませんかみたいな形で一緒にご飯を食べたのがそもそもの知り合ったきっかけです。でまあそこから僕が広島を辞めて東京に出てきた時もですね、一緒に僕が実況やってケロさんが解説やってとかで、当時まあその頃にケロさん新日本プロレスをお辞めになって、ムガワールドプロレスリングっていう団体を立ち上げられて、でその時に清野さんをちょっと実況のアナウンサーに推薦しますみたいなことをおっしゃってくださったり、とてもお世話になっております。去年秋には僕がやってる真夜中のハーリー&レースというラジオ番組にも出演してくださいましたし、こういう昭和のプロレスのなんかこう証言者としては一番適した方だと思うんですよね。今日は本当にいらっしゃらないのは大変残念ではあるんですけども、ケロさんの分を、まあ、微力ながらですね、カバーさせていただきたいと考えております。そして今病と戦っているケロさんに、もう頑張ってくださいという気持ちをですね、ここから届けたいと思いますので、皆さん一緒にケロさんの全開をお祈りくださいということでよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。1985年、優勝しましたね。はい、日本シリーズ西武阪神でしたね。はい、1985年12月12日ですね、宮城県スポーツセンター、はい、お前はいろんなんかすごいな、なんか持ってるかもしれんなと言われて、で翌年1月のニューイヤーダッシュですかね、ニューイヤーダッシュから新日本プロレスの担当として、まあ、当時東京スポーツは毎日いろんな地方であれ必ず行くというそういうあれだったので、多分ケロさん毎日会ってまして、毎日横にいて、うん、毎日いろんな話して、うん、もうそれこそそういう生活が 4,5 年続いて、大昔のことですから結婚式に来てもらったなみたいな、そんなものをさっき思い出したんですけど、そんなケロさんが、まあ、今回こういうような形で、コロナと戦っていると、しばらくプロレスから僕も離れて、大阪に今勤務してるんですけど、この10年弱ぐらい前にケロさん突然やってきて、またちょっと一緒にお仕事をしたりとかして、また交流がこう始まってた
ね、またこれから何か楽しいことやっていこうねっていう話をしてた時に、まあ、こういうような事態になって、何か当時からものすごくまっすぐな人で、悪いこと筋の通らないことっていうのはすごい嫌いな人だったっていう印象があります。そんなケロさんが今戦っているんであるんだから、まあ、コロナ大変な時ではありますけれども、多分ケロさんのことだから打ち勝ってくれると思います。で、そのケロさんの代役として、私今晩ここに来ました。ケロさんに、なんとかこう励ますことができるような、そういうようなイベントにしたいと思いますので、皆さんどうぞケロさんの会を記念して、今夜は楽しくいきましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは座っていただいて、じゃあこれから話を聞いていくわけですけれども、はい、清野さんもちょっとその僕と一緒に真実を追求するという側でお願いしたいんですが、はいはいはい、やっぱ清野さんはもうプロレス博士なので、はい、僕今そう、古立チャンネル、っていう YouTube チャンネルでちょっと金曜8時のプロレス会、私ちょっとそういう古立さんの聞き手とかをやらせていただいてるんで、もしよかったら見てください。それでその時にですね、清野さんの話を古立さんにしたら、あ、清野さんはね、プロレス詳しいよ、本間さんぐらい詳しいよって言うからそんなことないと思って、だからもういやいやいや、清野さんは僕の10倍詳しいですよってホイスグレイシーみたいなことを言っときましたんで、はい、お願いします。ちょっと、ありがとう、はい、助かります。で、まずこのとりあえず先ほど説明した熊本の旅館事件の、うん、当時のですね、時代背景というか、そのプロレスのですね、新日本の時代背景が、まあ、新日本対 UWF 軍団の対抗路線がもう1年経過して、新鮮味がなくなって、ちょっと興行成績が低迷してたと。そして、この年は木村健吾の売り出しも不発と。で、特に、地方ではお客さんが入らなくて、テコ色のために、リニューアルしたギブアップまで待てないワールドプロレスリングも散々な評価に終わってしまう。で、当時のですね、このシリーズの外国人のトップがですね、バズ・ソイヤー、コンガザ・バーバリアン、うん、はい、激渋外国人たちが、うん、はい、トニー・セント・クレアとか、はいはいはい、はい、レイ・コブラ、はい、キューバン・アサシン、はい、ブラック・バード、はい、エル・カネックと、はい、マイク・フォン・エリック、はい、そのあたりですね、はい、が外国人はいたと。それで、まあ、そういう状況で、まあ、ギスギスした UWF と仲良くなるために、明日ユウと飲むからよと坂口さんが新日本の本体と UWF のユウは飲み会を企画したと。で、その時に吉武さんとか記者の方たちも、こういう飲み会あるからよかったら参加してくれと坂口さんから言われた。そうです、原稿終わってからだったら、はい、いいですよという形で、はい、他社の記者の全員でやったわけですから。なるほど。じゃあ結構記者の方とかいらっしゃったんですか。いました、いました。でテレビマッチがあるとかないとかって話も出てますけど、はい、当時テレビマッチの時だけ週刊ゾンビであるとか週刊プロレスであるとか、はい、デイリースですとかが来て、それ以外はプロレススポーツだけだったんですね、はいはい、それがデイリーの記者も日本の記者もゾンビの中とか全員いたんですよ、カメラマンは。なんでちょうどいいからじゃあみんなでおいでよというふうに坂口さんが。なるほど。マイクだ。なんかどうなんですか。あ、そっちの、あ、俺僕が持つとこれ入るんですよ。なんか。すいません。不思議な、ね、電波が出てるのか。いや大丈夫です。はい。これもうステージ上でものすごいケーブルが絡まってるのね。もうすごい。昔の正規軍と維新軍の綱引きみたいな。どこ引いたか、ね、さあ引いてくださいとか言いながらね、うん、ちょっと絡み合ってるんですけど。いやいや、あの時の長州さんと前田さんが決まった時は嬉しかったな。ね、いやいやいや、はい、でもあれですよ、昭和62年すごく覚えてますけど、はい、もう新日本プロレスと UWF のね対抗戦のこうムードみたいなものはね、正直にもうね盛り下がってましたよ。ああ、やっぱり昭和62年は。なるほど。もうその前の年の、だから86年の、はい、年末で、まあ、猪木さんと 藤原さんがタッグ組んで、はい、ジャパンカップ争奪タッグリーグ戦っていうのがあって、はい、で結構その UWF と新日本の人が一緒に組んで出場したんですよ、うん、はいはい、確かあれは武藤さん、高田さんと越中さんも出たのかな。だからそういう
もうバラそうみたいな感じでなってきてて、はい、ちょっとね、あの UWF と新日本のなんかあのギスギスした感じっていうのはね、もうそこまでではなかったですね。なるほど、うん、ちょっとマンネリ化してて、なんとかちょっと打破しようとしてた時期というか。そうですね、はい、なので、まあ前田さんはちょっとまああの新日本の人と組むことはなかったですけど、はい、まあやっぱりより円滑にするためにっていうので、まあそういう会をやったんじゃないかなと思うんですよね。なるほど、そっか。でやはりその、え、吉武さんがもう最初からいらっしゃって、最初の空気っていうのはどういう感じだったんですか。一応なんか言われてるのはドン荒川さんが和ましたみたいな。いや、あのもちろん途中から行ったんですけれども、はい、あのその時にもう真ん中のテーブルで猪木さんと古田さんが歓談してて、はい、その横に坂口誠二がいて、はい、みんなあの丸テーブルがなんか四角か忘れましたけど、はい、あの独立したテーブルでそれぞれが、要するにあの時焼肉かなんかでしたっけ、はいはい、焼肉です、わかめスープ、わかめスープ藤原さんが、はい、を食べてたという状況で、ああ食事会なんだっていうふうに座って食べ始めた記憶があります。なるほど、そうですよね。だから今わかめちゃんこってずっと言われてたのが、週刊文春の人が焼肉やりたいから焼肉代を用意してくれっていうことで、焼肉で藤原さんのわかめスープだったと、はい、焼肉かどうかっていうのは記憶定かじゃなかったんですけど、わかめスープっていうのを覚えてました。なるほど、その猪木さんがわかめ、あの藤原さんのわかめスープのもうファンだったというか、あ、大好きだったい、ね、はい、じゃあわかめスープはもうわかめは確実ですね。わかめ確実です、はい、確実で、で始まって、でまあそれでちょっとずつみんなが酔っ払ってきて、まずスタートっていうのがまあいろいろありますよね、うん、まずその武藤さんがドン荒川さんに焚き付けられて、前田さんのプロレス面白くないっていうのに前田さんが切れたっていうことで殴りかかったっていう、それもう目撃されてる感じで。いや実はなんか飯を食うのに一生懸命で、はい、あの原稿も終わったし、もうあとは酒飲んでここで飯食って帰ろうと思ってたんで、はい、食べてたら突然なんかここら辺でバカバカバカって音がしたんですよ、はい、何だろうと思ったら前田明があの武藤刑事に馬乗りになって、はい、あのフルスイングで左右本当に見る見るうちにあの武藤の顔が腫れていくという、え、どうしたの、何が始まったのという感じで、うん、だからそのきっかけ、何かのきっかけでああなったっていうところのきっかけは僕見てないし聞いてもいないんですよ、うん、ただ気がついたらもうボコボコボコってすごい音がしたんで、じゃもう殴ってる殴られてる瞬間はご覧になったわけ。見ました見ました、もうそこら辺で見ました。すごい、これはもうリングサイド10万円払いたいですよね本当対前田の試合ってね、いや本当ですね、しかも素手でしょもう何でもありのルールですよね。すごい、ブラジルのバルトゥードみたいな。やっぱりその前に、その前にその一気飲み大会とかもあったんですけどね、はいはいはい、あの猪木さんがあの、はい、得意の あれでやったりとか、あのいきなりこう喉に入れるっていうね。そうそう、はい、で、まあ、前田とかもやってたんですけど、坂口誠二がなんかその武藤のやつを水にしてたという、はいはい、それでなんか前田がなんだよみたいな話で怒ってって、はいはい、という話がありましたけども、はい、でその話戻りますけども、そのボコボコボコって音がして殴ってるのを見た他社の記者はそれでビビったんですね、はい、あれそもそもトースポ以外にどこの記者がいたんですか。デイリーの安倍さんっていう方と、はい、デイリー、はい、日刊は川添さん、あ、川添さん、川添さん、はい、でシュープロゴングの記者カメラマン、はい、ちょっと名前はちょっと忘れましたけれども、インドさんあたりかな、わかんないですけども、はい、インドさん、はい、あとファイトの人も、まあとにかくほぼほぼプロレスマスコミはいたという、いたと、はい、ただそのあまりの迫力というか、はい、すごい殴り方だったんで、じゃあもう現場は凍りつくみたいな感じ、凍りつきましたよ。じゃあもうなんかとにかく自分のもう存在を削っていうか、あの空気にならなきゃみたいな感じですか。そうです、ああどうみたいな感じで、レスラーもそうだったと思います、ね、はで、なんかあの船木さんが証言してるのは、はい、もう慌てて藤原さんを呼んだと言ってましたけど、それは本当なんですか。それあの僕も船木に聞きました、はい、あの呼びました。その時はまだ船木は回ってなかったんで酒が、
船木だいぶ飲んでたんで、はい、あの当時未成年ですけども、一番下ですからね、はい、だからやっぱ飲まされるっていうか断れないですよね。いや後で聞いてもらったらいいですけども、多分自分から飲んだんじゃないですかね。まあまあいずれにしてもその、はい、断片的にしか覚えてないけども、その藤原さんを呼んだというのは覚えてると、はい、で吉武さんはその瞬間っていうのはどうですか、覚えてますか。凍りついてそのずっと見てました、武藤が殴られてるの。じゃあ船木さんが藤原さんを呼んだっていうのはちょっとそこは記憶にはない。多分これぐらい、これよりもうちょっと大きいあれだと思うんですけれど、はいはい、なんていうんですかね、端っこの方だったんですよ、船木たちは、はいはい、新弟子に近かったので、はい、でその殴ってたのが本当猪木さんのテーブルの横の横ぐらいだったので、じゃあ上座の方です。そうです、はいはいはい。なんでその船木さんたちのその藤原さん呼んだとかっていうのは僕記憶にないです。なるほど。これ前田さん本人は怒って武藤を殴ったって全く覚えてないんですよね、まあ、武藤さんを殴ったっていうのを。これじゃんけんして殴るっていうのやったけど怒ってはいないんだよねみたいなことを前田さんも言ってて、で今日長野さんに会ったから聞いたら、うん、長野さんも殺伐とした雰囲気っていうよりもハッピーな飲み会だったって長野さんが言ってるんですよ。長野さんはそういう証言なんですよ。そこはあの、ね、YouTube の中でも吉武さんと長野さんのちょっとね記憶が食い違ってましたよね。長野さんはやっぱり当時まだ新弟子の方で、あの後ろの方にこう隠れてたような感じで、やっぱり僕は それこそ清野さんぐらいのところで殴られてるのを見てたりしたんで、やっぱりそんなハッピーな飲み会ではなかったですね。誰止める、当然止めますよね、試合後の乱闘と一緒ですから。これはだから誰が止めに行ったんですかね。その藤原さんが仕方がねえなっつって一人で止めたんですか。はい、は星野さんにやっぱり頼んだら、はい、船木さんがですね、あの星野さんは首振ってつってどっか消えたらしいです。俺前田アンドレセンの時と一緒じゃないですか。俺に聞くなよっ って。そう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 、さんそんな感じだったんですね。それで藤原さんを呼んだと、藤原さんがと、で藤原さんがしょうがねえなっつって、はいはい、やってきて前田明をボコボコボコっと、あれびっくりしましたよね、はい、あそうなんだ。じゃあ前田さんをそのボコボコに殴って張れたのは藤原さんのパンチが原因だったんですね。そうですね。知らない。まあでもそんなね、前田が武藤を殴ったぐらいのパンチではなかったですよ。もっと柔らかい。はい。それこそもう振りかぶって前田さんはグワーンって殴ってましたから、ね。あれ見たら怖いですよ。じゃあ武藤さんはよくまあ失神しなかったっていうこと。そうですね。ね、はいはい、歯でも折れてもおかしくないですよね。おかしくないぐらいのあれで。はい。それは大変ですね。でも急い藤原さん一人で止められるんですか。もっとみんなで、あの 高田さんとか朝倉がやっぱ羽交い締めにしたりして、ね、やめろやめろって言ったら、そこに行って藤原さんがパンパンと、なるほど。